こんにちは、生き方冒険家のナルです。今日はですね、僕のモバイルハウスを、紹介していきたいなと思います。では早速、お家に入っていきたいなと思います。こちらですね、まずこういう風にすると、玄関ができるような仕様にしています。まあ、こちらの詳細、こちらにですね、動画リンク貼っておくので、ぜひ気になる方はそちらも見てみてください。このモバイルハウスは、1トントラックの上に小屋を乗せるというような形になっています。こちらのトラックはマツダのボンゴトラックという形式でして、1トントラックです。年式は2002年、僕が購入したのが2018年だったので16年ほど経った状態で購入しました。走行距離は8万キロでした。燃費はだいたいこちらの箱を乗せた状態で、リッターあたり8から9キロぐらい走っているような状態になっています。こちらのトラックは50万円で、中古で購入しました。上の箱の部分は全材料費がだいたい29万円ほどかかっています。これが僕の初 DIY、 初モバイルハウスだったので、材料はほとんどホームセンターで購入して作るというような形になりました。こちらのモバイルハウスなんですが、横が135センチ、 1.35メートルで、こちらの縦の長さが 3.1メートル、 310センチとなっています。なんで、170センチぐらいの、僕でも、余裕で寝っ転がれるような仕様になってます。ちなみに高さは、一番高いところで、190センチあるので、余裕で、立つことができます。ちなみに前後で20センチの勾配をつける、ようなデザインになってます。僕がこのモバイルハウスを作る際に、こうだったらいいなっていうのが全部で3つありました。1つ目が、天窓があること、朝日が、入ってきて、朝日で目が覚めることができたらいいなっていうのが、1つ目でした。2つ目が、横長の窓があること、それは比較的大きめな窓があって、綺麗な景色のところにこのモバイルハウスを止めて、その景色を切り取りたいなというふうに思ったのが、2つ目。3つ目は、僕が昔から家を持つんだったら縁側憧れるなっていうふうに思ってて、縁側を作りました。こういうふうに、大きくバーンと開いて、縁側を作ることができるようなデザインにしました。なので、自分が、止めた場所で縁側を開けば、開いた場所がどこでも、庭になるっていうようなデザインになっています。このお家は荷物が全然ないねってよく言われるんですけども、荷物は基本的にこの運転席の上の部分にあります。でカーテンを開けるとこんな感じに入っていて、1年分の服、寝具と雨具、こちら寝る時の寝袋と、調味料なんかが、中に入ってます。でこれを閉めてしまえば生活感がなくスッキリできるというようなデザインになってます。またこれが跳ね上げの机になっていて、こういう風に上げるとカチャッと、止まって机になるようなデザインになってます。こちらの机ですが、料理する時にはちょうど立って作業もしやすい、高さを自分でですね、こうメジャーを測って、設定しているので、ちょうどいい高さになってます。でここにこうやってカセットコンロなどを置いて、料理をしています。さらにこの靴棚兼椅子を使えば、座ってパソコン作業などをするのにもちょうどいい高さになってます。これやっぱし、DIY で、自分用に、作ったからこそ、なせる技やなというふうに思ってます。ちなみに電気は、こちらのスアオキのリチウムイオンバッテリーにソーラーパネルから電気を発電して蓄電しています。こちらパネルとバッテリーさえあればすぐに、蓄電ができるという優れものです。ちなみにこの鱗なんですけども、僕が DIY 素人だったので、このデザインにしたいなと思って廃材をもらってきて、長い廃材をカットして丸くジグソーでカットしてたんですけども、20枚ぐらいカットしてからこれ何枚いるんやろってなって、結果的に1200枚、こちら鱗をカットしました。もう僕一人じゃ全然無理だったので、いろんな人の手伝いに来てもらって作ったんですけども、もうこれはもうめちゃめちゃ大変だった作業でした。はい、というわけで、モバイルハウストビーの紹介でした。僕でよければ、何か聞きたいことなどあればですね、気軽にコメント欄に書き込んでいただければ、できる限りお返ししたいなというふうに思います。この動画をいいなと
思ってくれたらグッドボタン、また、チャンネル登録していただけると、すごく嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。